Hello everybody, welcome back to another episode of Legend of Heroes Trails in the Sky. In the last part, we headed out to another batch of side quests, and we caught word of the orphanage along the cliffside was set on fire by who knows what, someone or something. So now we have to investigate the grounds to find out what we can find in terms of clues. So let's get our detective hats on and let's get searching. Alright, let's check the door. Door is completely wrecked. うわ、真っ黒焦げになってる。あれ、どうしたの？ 気のせいかもしれないけど、蝶つがいの部分が変な風に引きちぎられてない？確かに、まるで火がつく前に破壊されたような感じだね。Oh, well, that's interesting. Okay. Barrel. Nope, nothing. ここ特にひどく崩れちゃってるね。それとなんか変な匂いがしない？そうだね。これはひょっとしたら。What else? Barrels? No. It's all in shambles. What else am I looking for here? これだけ派手に燃えちまったら、一から立て直すしかないな。かなり費用はかかりそうだけど、テレサ先生、どうするつもりかね。いや、昨日は本当に驚いたよ。東の空が赤くなっているのがマノリアからでも見えたからな。急いで駆けつけたんだが、全焼は食い止められなかったよ。さてと、いろいろなことが見えてきたね。この辺りで一旦整理してみようか。うん、わかったわ。まず出火場所なんだけど、どうやら建物の中じゃなさそうだ。屋外の可能性が高いと思う。屋外？うん、こっちだ。ちょうどこの辺りから建物全体に火が回ったんだろう。あ、石壁が崩れ落ちちゃった場所ね。でもどうしてここが出火場所ってわかるの？地面の焦げ方が他の場所よりも激しいからだよ。周りと見比べればわかるはずさ。あ、本当だ。建物外部のこの場所から火が、これが何を意味するかわかるかい？それって。I know why. It was someone set it on fire. うん、僕もそう思う。この辺りに漂う匂い、これは可燃性の高い油の匂いだ。多分この辺りにぶちまけてから火をつけたんだろう。そんな。それから建物の敷地が散らかりすぎているのも変だ。消火するのに関係のないハーブ畑までが荒らされている。これも何者かの仕業だと思う。それ本当ですか？クローゼさん！来ていたのか？どうして、誰がこんなことを。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所、どうしてこんなひどいことができるんですか？クローゼさん。ごめんなさい。取り乱してしまって。私。取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん。でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから。だから大丈夫。ありがとう。少しだけ落ち着きました。
朝の授業を受けていたら、いきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか。院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。はい、そうしていただけると嬉しいです。それじゃあ早速マノリアに行くとしましょう。 Alright, I've got Chloe again. Sweet. Just make her a permanent party member already, why don't you?So far, she's the only NPC that I actually liked. Well, besides the Bracer people. Are they up here? Or do I have to talk to the receptionist? Sensei! Mina! Ah! Claude-nee-chan!来てくれたんだ。みんなどこにも怪我はない？うん、大丈夫だよ。えへへ、パーリーも平気。よかったよく来てくれましたね。エステルさんとヨシアさんも一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか、訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たって、あの火事を調べに来たんだろ。何か分かったこと、何と言ったらいいのか。ねえみんな、お腹は空いてないかしら。私朝ごはんを食べてなくて、食堂で何か頼もうと思うの。ついでだから、みんなにも甘いものをご馳走してあげる。え？本当？パーリープリン食べたーい！でも姉ちゃん。行きましょう、クラム。え？つべこべ言わずに、さっさと来なさいってば。クローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。そうね。At least Mary knows what's going on.助かっちゃった。あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね、あのマリーって子は察してくれたみたいだけどいい子に恵まれて私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。それじゃあ、まず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか、やはり火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが。そこでお聞きしますけど、こういうことをしそうな動機があるという意味ですけど。見当もつきません。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。つまり強盗目的じゃないし、怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど、事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが孤児院の近くをうろついていたとか。そうですね、昼間にエステルさんたちがお見えになってからは特に。あの方は関係ないでしょうし。あの方？火に包まれた建物から私たちが脱出しようとした時、天井の梁が落ちてきて玄関から出られなくなってしまったんです。ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、梁をどけて私と子供たちが逃げるのを助けてくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって、マノリアの方々に聞いても
誰も心当たりはないそうです。怪しいですね。そんな真夜中に孤児院の近くにいたというのも気になりますし、どういう雰囲気の人でした？象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。見事な銀髪をなさっていました。銀髪？お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。悪い方には見えませんでした。普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。ヨシュア？何よ、ぼーっとしちゃって。いや、そうだね、案外どこかの遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。うん、失礼します。あれ、クローゼさん？あの子たちはどうしたの？下でケーキを食べています。あの先生、お客様がいらっしゃいました。お客様？お邪魔するよ。あ、ダルモア市長。おや、昨日会った遊撃士諸君も一緒だったか。さすがはジャン君、手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだ、テレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなのだよ。だがご無事で本当によかった。ありがとうございます、市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。いや、これも地方を統括する市長の務めというものだからね。それよりも、誰だか知らんが許しがたい所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。心中お察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであれば、あの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが唯一の心残りですけれど。テレサ先生。遊撃士諸君、犯人の目処はつきそうかね？調査を始めたばかりですから確かなことは言えませんが、ひょっとしたら愉快犯の可能性もあります。そうか、なんとも嘆かわしいことだな。この美しいルーアンの地にそんな心の醜いものがいるとは。市長、失礼ですが。ん？なんだね？今回の件、もしかして彼らの仕業ではありませんか？待って、彼らって誰のこと？君たちも昨日絡まれただろう。ルーアンの総国閣にたむろしているチンピラどもさ。あいつらが、失礼ですが、どうして彼らが怪しいと？昨日もそうだったが、奴ら、いつも市長に盾ついて面倒ばかり起こしているんだ。市長に迷惑をかけることを楽しんでいる節すらある。だから市長が懇意にしている、こちらの院長先生に。ギルバート君。はい。憶測で滅多なことを口にするのはやめたまえ。これは重大な犯罪だ。冤罪が許されるものではない。申し訳ありません。考えが足りませんでした。余計なことを言わずとも、こちらの遊撃士諸君が犯人を見つけてくれるだろう。期待してもいいのだろうね。うん、任せて。全力を尽くさせてもらいます。頼もしい返事だ。ところでテレサ院長、一つ伺いたいことがあるのだが。何でしょうか？孤児院がああなってしまって、再建するにしても時間がかかるし、何よりもミラがかかるだろう。正直困り果てています。当座の蓄えはありますが、立て直す費用などとても。院長先生。やはりそうか。どうだろう、私に一つ提案があるのだが。何でしょう？実は王都グランセルに我がダルモア家の別邸があってね、たまに利用するだけで、普段は空き家も同然なのだが、しばらくの間子供たちとそこで暮らしてはどうだろう。え？もちろんミラを取るなど無粋なことを言うつもりはない。再建の目処がつくまで
いくらでも滞在してくれて構わない。ですが、そこまで迷惑をおかけするわけには。どうせ使っていない家だ。気が咎めるのであれば、屋敷の管理をしていただこう。もちろん謝礼もお出しする。市長、少し考えさせていただけませんか。ありがたい申し出ですけれど、いろいろなことが起こりすぎて。無理もない。ゆっくりお休みになるといい。今日のところはこれで失礼する。その気になったらいつでも連絡してほしい。はい、どうもありがとうございます。ギルバート君、行くぞ。はい。はあ、驚いちゃった。メイベル市長もそうだったけど、めちゃめちゃ太っ腹な人よね。そうだね。元貴族っていうのもうなずけるな。先生、市長さんの申し出どうなさるおつもりですか。そうですね、あなたはどう思いますか。常識で考えるのなら受けた方がいいと思います。だけど一度オートに行ってしまったら。いえ、何でもありません。あなたは昔から聞き分けがいい子でしたからね。いいのよクローゼ、正直に言ってちょうだい。あのハーブ畑だって世話する人がいなくなるし、それに先生とジョセフおじさんに可愛がってもらった思い出がなくなってしまう気がして。ごめんなさい、具にもつかないわがままです。私も同じ気持ちです。あそこは子供たちとあの人の思い出が詰まった場所。でも思い出よりも今を生きることの方が大切なのは言うまでもありません。はい、近いうちに結論を出そうと思います。あなたはどうか学園祭の準備に集中してくださいね。あの子たちも楽しみにしていますから。はい。エステルさん、ヨシアさん、申し訳ありませんが調査の方よろしくお願いします。お任せください。絶対に犯人を捕まえて償いをさせてやりますから。それにしても大変なことになったわね。犯人探しどこから始めよう。そうだね、とりあえずギルドに戻ってジャンさんに報告した方がいい。捜査方針はそれから決めよう。うん、わかったわ。あれ、どうしたの、ぼーっとしちゃって。ごめんなさい、私もちょっと混乱しているみたいで。そっか。そういえばジョセフさんって院長先生の旦那さんのこと。はい、数年前にお亡くなりになりましたけど、私も随分可愛がっていただきました。そうなんだ。あれ、ということはクローゼさんも孤児院の出身。いえ、残念ですけど随分昔にある事情でお世話になったことがあるんです。それで王立学園に入ってルーアンに来たのをきっかけにまた親しくさせていただいて。なるほど。だからいつも遊びに来ていろいろと手伝いをしてたんだね。はい、私の受けたショックなんて先生やあの子たちに比べたら全然大したことはありません。なんとかして元気づけて。クローゼお姉ちゃん、マリーちゃん、どうしたの、そんなに慌てて。あのね、クラムのやつがどこかに行っちゃったのよ。え、どこかに行ったって、もしかしてマノリアの外に。詳しく話してくれるかな。あ、はい、あのおじさんたちが来てからクラム2階に上がったみたいで、すぐに降りてきて真っ赤な顔して絶対許さないとか言ってそのまま飛び出してっちゃったんです。絶対に許さない、それってまさか。I don't know. レイブンの連中だと思う。秘書の人が喋っていたのを聞いてしまったんだろう。
まさかあの子、連中のところに乗り込むつもりなんじゃ。そんな、こうしてはいられません。私、急いで追いかけないと。僕たちも付き合うよ。急げば、ルーアンに行くまでに、なんとか追いつけるかもしれない。クローゼお姉ちゃん。心配しないで。クラム君は必ず連れ戻すから、マリーちゃんは他の子たちの面倒を見てあげてね。うん。お姉ちゃんたち、お願いね。それじゃあ急いで、ルーアンに引き返しましょう。はい。She seems pretty reliable for a kid. Alright, time to make my way back to Ruhan. Oh, not this way. No! Fishies! I'm not interested. It's a rock!Get around the rock. Okay, not that way, not that way, this way. Okay, 街道にはいなかったね。まさか、もう連中のところに乗り込んでいったんじゃ。とにかく、南の総国閣に急ごう。 Let's do it! しまった！もう昼前か！クラム君、待って！ダメだ、聞こえていないみたいだ。もう、どうしてこんな時に橋が。30分も待ってられないわよ。そんな、このままじゃあの子が。どうしよう、どうすれば。クローズさん、落ち着いて。Won't you swim? 忘れたのかい？君が教えてくれたことを。橋がなかった頃は何を使って向こう側と行き来していたって？あ、小舟ね。そうでした。確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ、それで向こうに渡りましょう。That's not the hotel. This is the hotel.Sir, I need a boat. Oh, that's easy. Downstairs to the right. That's not the right. Hey, old man, give me a ride. Hmm? なんじゃお前さんたち。そのボートを貸してくれる？急いで向こう岸まで渡りたいの。残念じゃが、このボートは公爵とやらの予約が入っ、これから水遊びをするそうじゃが。そんな。どうか、どうかお願いします。小さな男の子が危険な目に遭うかもしれないんです。泣きそうな顔するな。孫娘のことを思い出すじゃろうが。まあいいじゃろ、人助けとあらば仕方あるまい。とっとと乗っていくがええ。ありがとうございます。おじいさん、サンキュー。公爵とやらには整備しとる最中と言っておく。坊主、ボートの操縦はわかる？はい、なんとか。それじゃあ二人とも乗って。 Fuck the Duke. Who cares what the Duke has to say? Privileged to ask.ここは総国閣の一番南側ね。あ、ジーク。そう、
わかったわ。やっぱりあの子、一番奥の倉庫に行ったみたいです。急ごう。連中の溜まり場は奥の方だ。了解。はい。So, where are we going?とぼけるなよ。お前たちがやったんだろ。絶対に許さないからな。何言ってんだこのガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。そいつはいいや。なんだ?このガキ、何ブチ切れてんだ?母ちゃんがいないからってバカにすんなよ!オイラには先生っていう母ちゃんがいるんだからな!その先生の大切な家を、よくも、よくも、よくも!ちっ。黙って聞いてりゃいい気になりやがって!どうやらちっとばかり。お仕置きが必要みてえだな。お尻百叩きと行きますか。やめてください。お前たちは。クローゼ姉ちゃん、子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか。なんだと。いやいや、お嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの。いくら遊撃士がいたところでこの数相手に勝てると思うか。クローゼさん、下がってて。僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。え、本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。ははあ、今がその時だと思います。え、護身用のレイピア。その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。かっこいい。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っ子にまで舐められてたまるかってんだ。俺たちライブンの恐ろしさを思い知らせてやるぞ。ウィース Sweet。So there's an actual party member now. Cool. She's no longer an NPC. What the hell is this? Buffing? Okay, so... this fight... It's a little different. Dean... Let me get this. Where are you?Dean here can embolden people, which will fully revive allies, so he should be the first to take down. Raze, he uses an attack that reduces overall defense for your allies. Rocco uses Invigorate to raise strength with his allies. So, basically, you want to kill Dean first, get him out of the way, and then go for, I don't know, maybe Rise. But if you have arts that hit all, well, you're in good standing. What the hell is this?Camphor? Lictris? What kind of words are these? Lich? I don't know. Hello. That's recovery. Revives and restores health and defense up if CP is at 200. Ooh.She seemed very useful. And look at that! She has Latira and Tyrall!
She doesn't have a phallus though, which is unfortunate. What else do you have? You have a lot of shit. Antisept. Blue impact. There's shakedown. Oh, and also paralyzer too. I didn't know it was paralyzed too. Let's do it, Ariel. They do have a trio attack, which hits pretty hard, so you gotta be careful with that. Diamond Dust, Shiva, help me! Bleh. Oh, come on, I missed. Yep, there's Embolden. I need to get you out of the picture. There we go. Get out of here. No one needs your Embolden garbage. Still 17, just not too far behind. こいつら化け物か。遊撃士どもはともかく、こっちの娘もただものじゃねえ。すごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その剣、名のある人に習ったものみたいだね。え、まだまだ未熟です。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします。どうかその子を離してください。この雨ここまでコケにされて、はいそうですかって渡せるか。そこまでにしとけよ。誰だあなたか。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れているとはな。アガットの兄貴、来てたんすか。どうしてあんたが、っていうかこいつらの知り合いなの。レイス。はい。お前ら何やってんだ。女に絡むわ、ガキを殴るわ、ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたく。おやっ、おー、ダーン。なんか言ったか。兄貴、勘弁してくれ。ガキならほら、解放するからよ。クローゼ姉ちゃん、よかった。もう大丈夫だからね。最初からそうしたきゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ。ジャンの奴に聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと。おい、ボス。なんだよ。一人で乗り込んでくるとは、なかなか気合の入ったガキだ。だが少々、無茶しすぎたようだな。あんまり、おっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム？ Oh, she followed us. 先生、どうしてここが。ギルドで事情を伺って、そちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は、今度だけはオイラ、火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム、テルサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなで一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまった家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら、先生はもうそれだけでいいの。
他には何も望まないから。お願いだから。危ないことはしないでちょうだい。先生。こういうのには弱いかも。はい。本当に、無事でよかった。ったく、これだから女子供ってやつは。おい、小僧、院長先生たちを連れて、さっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか？決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか、締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと。勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。ええ、本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。それよりいいんですか、マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでも。あなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしてるのですから。はい。よかった、間に合ったか。ボートは返してきたよ。あ、サンキュー。すみません、お一人で行かせてしまって。気にしないで、大した手間じゃなかったし。ヨシアさんも本当にありがとうございます。クローゼ姉ちゃん、それとエステル姉ちゃんとヨシュア兄ちゃん、今日はありがとな。オイラ本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、ほんとみっともないよな。そんなことみっともなくなんかないさ。え、大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする、そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。ヨシュア兄ちゃん。だけど犯人を探し出してとっちめるのは僕たちでもできる。君は君にしかできないやり方で先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたりお手伝いをしたり、クラム、それは君にしかできないことだよ。あ、オイラにしかできないこと。うん、兄ちゃんの言いたいことなんか分かったような気がするよ。どう、やれそうかい？もちの論だよ。オイラに任せておけって。本当に何から何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。あ、クローゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。うん、頑張っちゃうからみんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またなね。よかった。元気を取り戻してくれて。ヨシュアってば、なかなか憎いこと言うじゃん。びっくりしました。あんなに元気になるなんて。ヨシュアさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守る。とりあえず、あの子が無事で本当によかった。クローズさん、協力ありがとう。そんな、俺は、そういえば、あの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか？ああ、あの赤毛男が締め上げてるってあれか。もう終わってるのかな？一旦、ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい？はい。できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃ、レッツゴー！ All right.Cool. So, since she uses a rapier, I can give her Flamberge. Get her
attack up a little bit. Okay. Off to the guild to report our success. Oh, ご苦労さん。どうやら男の子は無事助けられたらしいな。うん、なんとかね。それよりも驚いたわよ。アガットのことか。別件でルーアンに来たところを無理やり。なんせ奴はレイヴンのリーダーを務めていたからな。やっぱりそうでしたか。道理で柄が悪いと思ったのよね。と言っても昔のことだけどね。君たちくらいの年齢でこのルーアンに流れてきてね、荒っぽい連中を引き連れて随分暴れてくれたもんさ。あの頃に比べたら今のメンバーは可愛いもんだな。そんな奴がよく遊撃士になったわね。まあ、ある人と知り合ったのがきっかけでね。それから遊撃士を志して、今じゃすっかり若手のホープだ。人間、変われば変わるもんだよな。余計なおしゃべりはそのくらいにしておけっての。あ、帰ってきた。人がいないのをいいことに好き放題言いやがって。相変わらず人食ったやつだ。褒め言葉として受け取っておくよ。それよりも取り調べは済んだのかい。なあ、一通りな。絶対とは言い切れんが、多分あいつらは白だろう。本当に？まさか昔の仲間だからってかばってるんじゃないでしょうね。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜、船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔った勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。うん、そういうことならとりあえず保留にしても良さそうですね。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。確かに生きがってるだけって感じよね。まあ、あいつらには俺が睨みを聞かせておくさ。犯人探しをするついでにな。え？事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らには手を引いてもらう。は、なんですって？後からやってきたくせに何たわけたこと言ってんの。納得できる説明を聞かせてもらえますか。お前らは市場を挟みすぎなんだよ。遊撃士に限らず情が絡むと判断力は鈍るもんだ。ったく、ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。あ、すみません。私、あんたが謝る必要はねえ。こいつらの心構えの問題だ。要は、プロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ？なんと言われたって、私たちは院長先生と約束してるんだから。おい、ジャン、正遊撃士と準遊撃士が同じ任務内容を希望した場合。やれやれ。分かっててそれを聞くかい？言うまでもなく、正遊撃士さ。僕たちもそれなりの戦力にはなると思います。せめて手伝いくらいは。ただの調査に人数は必要ない。話は終わりだ。悪く思うんじゃねえぞ。何様のつもりよ、あいつ。悔しいけど彼の言い分は間違ってはいないからね。反論できないのが辛いな。本当にすみません。私が剣を抜かなかったら。それは関係ないってば。まったく、ことあるごとに私たちを目の敵にして。まあ悪気はないから、どうか多めに見てやってくれ。不器用なやつでね、あんな言い方しかできないのさ。それにどうやら今回の件、やつが追っている事件と関係があるかもしれなくてね。アガットさんが追っている事件。詳しいことは話せないが、犯人探しは奴に任せてほしい。僕の方からもお願いするよ。そんな。そうですか。ではこれまでの捜査状況を報告しておきます。ああ、よろしくお願いするよ。クオ、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、今度の件にはいろいろと事情があるんだ。申し訳ないが、この報告で捜査は終了とさせてもらうよ。で
院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに、こんなのって。エステル、エステルさん、あのジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよね。ああ、内容にもよるけど、王立学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るから、うちが警備を担当してるしね。でしたら、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。え？それってどういうこと？毎年学園祭の最後には行動でお芝居があるんです。あの子たちもとても楽しみにしてくれているんですけど、とても重要な二つの役が今になっても決まらなくて。もしかして、その役を僕たちが？はい、このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて。そこで昨夜学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われて、あまり多くはありませんが運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの？自慢じゃないけど、お芝居なんてやったことないよ。片方の女の子が演じる役が武術に通じている必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は？それは私の口から言うのは。言うのは恥ずかしいです。うん、それってどういう意味？もうよし、あってば。しつこく聞くと嫌われるわよ。お祭りにも参加できるし、しかもお仕事としてなら一石三鳥ってやつじゃない。こりゃやるっきゃないよね。ちょっと待ってよ、ジャンさん、こういうのもありなんですか？もちろんありさ。民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。はあ、なんだか嫌な予感がするけど、あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら王立学園に向かう前に済ませておいた方が良さそうだね。劇の手伝いをするとなったら他のことをしている暇はなさそうだし。なるほど、確かにそうかも。ね、クローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけど、いいかな？あ、はい、私のことは気にしないでください。ちなみに王立学園の場所ですけど、明部街道に出て最初の三皿を東に向かった林道の先にあります。うん、わかったわ。それじゃ、レッツゴー。Okay, what do we got? We got new quests to do. They're all short, so you have to do these before you go to the academy. If you go to the academy, all of these will be failed. So yeah, we will do that in the next part. I'm going to cut it just a little bit short, this part. When we come back, we'll do the side quests. And maybe, if we have time, we'll head off to the academy. So yeah, I'll see everybody then. Later.